はい、どうも、こんにちは。今回また Life is Strange 続きからやっていこうかなと思います。前回は、このフランク ちょっと飛ばしすぎたかな。まあ、レイチェルの、まあ、また、レイチェルの真相をつかみに、またマックスとクロエで協力して、まあ、情報収集してんだけど、まあ、情報収集、情報整理してんだけど、前回はね、一応フランクに、顧客リストをもらったんだよ。で、その後、まあ、今まで集めた情報を整理して、割と手がかりらしきものを集めたから、これを今回は調べていこうかなと思うわ。もう少しだ。パーティーの後、ネイさんがケイトを連れて行った場所を突き止めよう。ネイさんがケイトを連れて行った場所？これだってケイト関係ないでしょ。これケイトこんな口荒くないもんな、だって。問題のパーティーがあったのは4日。あ、一応4日の位置情報だ。じゃあ。これだな。4日。7日。これは？ 7 日。1日か、これ。どっちだ？会長、わかりやすく書けよ。あ、7、こっち7日っぽいな。じゃ、これ1日か。4日。これは2つ悪くない？もう、すでに。9月30。あと位置情報だよな、多分。フランクは廃品置き場でネイさんに会ってたの？これは、何これ？ 3 月13ってこと？ん？何あれ？ 13 月。問題のパーティーがあったのは4日。10月4日。フランクがいつもいるビーチだ。は？こうやって10年ってことでしょ、多分。10年。ネイさんは森の中で何をしてたんだろう。10月4日。何度も給油してああ。る。どうして？来そう来そう来そう。なんか、わかんない数字ネイが。さんがクロエに何をしたか、何こおれ。ばさんが聞いたらただじゃ済まないあ、よ。変な数字あるもん。何これ。どれ10月。全部13。あ、B か？これ B なのか？これ。これきっとプレスコットの邸宅だ。でも全部13だ哀もんれなおな。坊ちゃま。13ってことはこれ関係ないか。もう書き方よ。メモをきれいに何書だけろうこよ。こ。4日かこれ。この座標はネイさんの部屋を示してたんだ。まだ何か隠してるかも。ああ、それ4日か。3つ？問題のパーティーがあったのは4日。それは認知してる？マックス。マックス、俺なんかめちゃくちゃ俺あるんだけど。パーティーの後の姉さんの居場所だよな。あ、ってことは買ったものは別にいいのかな？ 10 月4日。これ4？ これ9か。いや、でも、下が5だから4か。で、これパーティーがいつだっけ？問題のパーティーがあったのは8時4 PM ね。日。8時 PM ね。8時 PM だったら、あ、これ怪しくない？ 10 月4日だったら。これは、8時の前か。だからパーティー終わった後っつってたから、マックスは。これ関係ないわ。怪しいっすね。あ、じゃあこれ3つじゃない？これ行ってみようか。僕、チラシ、ん？ああ、チラシ選べねえ。あ、だったら、あれでも4日もう1個あったよな。確か。なかったっけ？あるよね。あ、でも5時40分か、PM の。あ、来たんじゃないですか、これと。これと、これと、ああ、一個ずつ？一個ずつなの？え？ 言ってよ、じゃあ、一個ずつって。じゃ、どっちだ？ 10 月9時54分 PM。あ、でもガソリンスタンドだから別にそこまで。じゃ、これじゃない？じゃあ。で、あれ多分これでしょ？これでしょ？で、9
9、11時ぐらいだよな、確か。9時51分。あ、でも1時になってるな。これは ?10 時。もういっぱいあんじゃん。怪しいの。あ、これ7日か。はいはいはい。7日で。あ、7日だね、これも。これは?あ、1日か。じゃあこれじゃん。多分。いける?マックス。これ見て。見るからに怪しくない?いける、マックス。ちょっと調べてみる。いや、外れだな。そこにはボロい納屋しかない。その納屋の所有者、誰かボロい納屋わかるよ、だって写真見れば。ちょっと待ってろよ。写真見ればわかるよ、そんなの。所有者はハリー・アーロン・プレスコット。プレスコット家だ。なるほど。警察に通報する。バカ言うな。警察はプレスコット家の犬だ。大変だよな、そう考えると。この町全体腐りきってんだよね。警察も誰も信用できない。だから私らで調べに行く。怖いな。やっぱりそうなるか。ウォーレンも連れて行こうか。用心棒になるよ。大丈夫？その必要はない。うん、大丈夫。マックスがいるし。まあ、最強だもんな。レイチェルはきっと見つかるよ。絶対に見つかる。そこの小屋怪しいよな、普通に。でもクロエ、力を当てにしすぎないで。確かに突然。慎重に行動するんだよ。約束して。そうそう、突然、はいはい、突然で使えなくなったりするからさ、あのクロ、ケイトの時もそうだったけど、突然使えなくなることもあるからね。あ、来た。行動が早いね。トレスパッシング。怪しいなぁ。めちゃくちゃ怪しいじゃん。こんにちは。なんかこれもな。怖くなってきた。なんか何も使ってなさそうだけどな。後戻りはできない。入り口を探そう。怪しい。拉致してそう。拉致してそう。ねえ、これ見て。タイヤの跡。本当だ。しかもまだ新しいぞ。え、中を調べないと。いるんじゃないの、じゃあ。怖くない？こういう時は大体裏に回ればあるんですよ。クン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 、まあ、嗅覚がさ、やっぱ嗅覚がにお敏感だから。ん？見れるじゃん。なんか見れんじゃん、これで。中見れれば勝ちじゃないもん。てか入れるし。入り口あったよ、こっち。あ、でもまだ誰もいないな。まだ。えつ、見つけちゃった。一発で。一発で見つけちゃった俺。まだ他にもあったのに。この気味悪い場所、鳥肌立ってきた。そうか。しっかりしろよ。あ、写真貼ってある。気味悪。気をつけろよお前ら。なんかあるぞ。何？音立てないで。ずいぶん古そうだね。なんだ、外れか。いや怪しいじゃん。よく見て。ファイルじゃん、どう見ても。ハリー・アーロン・プレスコット氏設立の図書館が完成。空前の核シェルターブーム、プレスコットファミリーの影響で。新聞の切り抜きだね。私は周りをよく調べてみる。気をつけろよお前ら。誰もいなそうだったけどな、でも周りに人。ウォーレン、喧嘩を止めてくれてよかったよ。俺マジで猿みたいだったな。あいつは殴られ当然。早い早い早い。撃つのが早い、二人とも。撃つのが早いよ。あ、仲いいじゃん、最後のメッセージ。どれだ、これか。同僚になりたくない。それに放っていても、そのうち痛みに遭うよな。さすがウォーレン、わかってるね。どうも。でも俺ヒーローって感じじゃなかったな。ヒーローの役目は十分果たしたよ。あとはコスチューム着るだけだな。そういえば今夜お祝いしに行くだろ。来るだろ。行くときは絶対連絡するね。よかった。ちょっと頭冷やしてくれよ。伝言版のメッセージ嬉しかったよ。もう絶対消さない。消さないでね。ずっとだよ。もうここの二つのメッセージ仲良くね。プレス
コット家に関する記事の切り抜きか。うん、クロエも探偵の素質あるかも。記事の切り抜きなんて、いや怖いよ、気をつけようぞ。ここ入り口出れるんかい。これはこれもある意味自撮りだよね。ああ、お父さんかなこれ。怖いなあ。なんか怖くないとは言ったものの、なんか写真貼ってると不気味だな。使い古されたトラクター。使い古されたトラクターっていい音してんな。なんか声に出して言ってみたいわ。使い古されたトラクター。先祖代々ろくでなし。なんかリズムいいねお前。プレスコット家は先祖代々ろくでなしっていいね。なんかあ、未払いの借金について。プレスコット家の家業は無認可かもしれませんが、我々は実業家であり契約は絶対です。当家はあなたの沈黙を当家の侮辱と捉えます。あー、あれか、なんか貸してたんだプレスコット家が。まあ、慈悲はないでしょう、お金のやり取りに。こんな場所にわざわざ来る人なんていない。でもこの後は何、位置情報からわかんねえの。それこそん星草、話広がるかなこれで。星草の中には何もなし。なんかリズムいいねマックス今日。なんか星草の中には何もなし。昔はこんなに安かったんだね、これ。あー、なんでこれ買い物のメモがなんでここにあんの。バーベキューでもしてたんかな。秘密を暴いてる。ある。なんかめちゃくちゃ鋭くないマックス、そこに行くって。え、何これ。え、まだ新しい地下室じゃん。どうして。クロエ、地下室だったよ。クロエ、何これ。星草を持ち上げるためのフックだ。昔のホラー映画で見た豆知識。今ゾンビが出てきても武器はあると。確かに出てきそうではある。出てきそうではあるな。気をつけろ。落ちなかったっけ。なんかあれ、あ、これか、写真。うわ、古き良き農場って感じ。ほんとだ、昔の。なんかあったね今。この古いボタンじゃロープも滑車もきっと動かないよね。いやー、でもここにさアジト作るのは優秀だな。バレないぞ絶対。クロエ、あったぞ怪しいのが。開けれんの、南京錠だぜ。だってさすがに素手でこれを開けるのは無理か。うん。怪しいハッチを見つけたけど鍵がかかってるみたい。もっと調べてみるね。何取り付けるって。呼んでくれ。あー、テコの原理的な。いや、ボタン動かないんでしょ多分。いけるかボタン。ボタン動く。あー、まあそうだよね、やっぱこの古いボタンじゃ。そうだね、ロープも滑車もきっと動かないよね。あれ、またあんのかな別で。なんかある、なんか上に繋い、あ、こっち側か。あ、足縛ったんじゃん。見る、気をつけろよ。ロープは上の足場に続いてる。うん、登ってみよう。気をつけろよ。ちょっと手伝って。お安いご用だ。お、肩車じゃないんかい。だいたい肩車じゃない、そういう時。どうだ眺めは。偉くなった気分。帰り気をつけろよお前、登ったはいいけど。これは、ヒーシャマ、あー、さらに上に行く。乗っても大丈夫そう。なるほどね。気をつけろよマックス、マジでシャレならんぞこの高さ。まだ助かるか。でもまだ助かるな。あ、いつでも手伝うぞ。怖、バレない。ダメ、そのまま引っ張ったら手が切れちゃ
何か重いものに結びつけないと。ああ、はい、ありがとうございます。マックスに姉さん、星草はでもあれだもんな。あ、フクロウ、どうしたお前、かわいい、かわいいねお前。あ、でもクロエに頼めばいいのかな。クロエ、かっけえ、忍者じゃん。重いものがいります姉さん。姉さんすぐ戻るやん、作業に。え、持っていけるかな。でもこれ非力だから持っていけないよな多分。あ、じゃあ登ったままでよかったかな。よく調べてくれ、絶対なんか。ごめん、ちょっとなんかあったかもな。あー、ごめんごめん、来る、ごめんって。これにつなげたいよね、重いものだから。上に乗っても大丈夫そう。なんかあるかな。全く同じもの見せちゃってごめんなさい。なんかなんかロープの端っこだ。はいはいはい、広がんな、ロープの端っこだって。なんかある。これ袋見つけちゃったんだろう。こんばんは、ドクターホーなんてね。え、なんかある。え、ちょっと待って、大丈夫大丈夫、ほら壁があるもんあれ、なんかちょ、ま、黒い姉さん、重いもんないかな。なんか上に乗っても大丈夫そう。ちょ、もう帰るか。ちょ、ごめん。じゃあさ、あ、これは使い古されたトラクター。あー、ダメか、違うか、使い古されたトラクター、いえ、じゃないか。あ、ペンチあんじゃん。うわ、このペンチほとんど化石だよ。錠前を壊すにはもっと頑丈なものじゃないと。あ、え、ちょっと飛ばそうかな。じゃあ、なんか解決しないか、ちょっと飛ばそう。じゃあ、そういうことかな。登ってさ、登って時間戻して、あれか、緑のやつを上に持ってくるんだ。あ、多分そうだわ。登った上で緑のやつは戻ってくるから、時間戻せば、落ちる前だから。そういうことかな。まだか、まだか。あ、絶対そうじゃない、絶対そうだわ。忘れてた、マックスの能力。マックス全然全然上がってこない、あいつ。俺時間かけすぎたかな。あ、来たー、はい、来ましたと。はい、そういうことか、忘れてたお前能力。そっか、一時座標は変わらないんだったっけお前。そっか、座標変わらないんだ。マックス引く、おー、かっけえ、やるじゃん。マックスガイバー。あー、もうそれ分からんわ。やっぱ位置情報一緒って卑怯だもん。持ち物も一緒って。マックス、まあそうなんだけどさ、リアルせけえよマックス、お前それ。物理を応用したの、ウォーレンに見せたかったな。うん、賢いわ。怪しいよな。怪しさ満点だよな。いるんじゃないの、レイチェル。てか、なんなら。階段、なんで、ビンガ。まあでも、鍵閉めてあったってことは中に誰もいないよな。怪しいと思わない。多分。ああ、誰が作ったの。中には多分誰もいないと思うけどな。誰かでしょ。裏口があるなら別として。気をつけろよ、お前も。クロエ、そんなよういけるな、お前。いの一番に。
怖くねえのかお前は。現実じゃないみたい。本当だね、なんか SF 感あるよね。さすがにやっぱロック硬いか。錠前の次は電子機。よっぽど人に見られたくないんだね。誕生日じゃねえの。これは壊せない。コードを入力しなきゃ。あいつ誕生日なんだったっけ。覚えてねえわあいつの誕生日なんか。3つ。パスワード3つってそれは。錠前の次は電子機。よっぽど人に見られたくないんだね。どっかヒントあったかな。上のどっかにあんのかな。じゃあだって今あれだもんな、あの御曹司の個人情報見れないしな。数字が出てきたのは確か、あでも箱調べられないな。ってことはどこだ。クロイと話もできないしな。なんかわかんないけど写真かな。じゃあ、古き良き農場って感じ。あでも数字書いてないな。これでも関係ないよな。先祖代々ろくでなし。ねえ7月24日なんか別関係ないもんな。それこそじゃあさっきまでクロイが調べてたこれじゃないの。調べられねえのかよ。これもある意味自撮りだよね。数字知らねえよ。なんかあったっけ。電気通ってるのと廃車しかなかったよな外。ちょっと待って。しかもあそこでクロイに話しかけられないってもう結構厄介だよな。だって失敗できないでしょこれ絶対。すごいドア。魔法でも使わないと壊せないよ。クロイ話そうちょっと。これは壊せない。コードを入力しなきゃ。何コードって。もう3桁だしな。しかも打ってみる適当に111。やっぱりダメか。どれよ。まあ、ちょっと探してみるか。じゃあこれでいけるんじゃないこれ。まあ、この過去の資料みたいな見れるとこあったんだけど、これでいけるんじゃないこれ。残ってんじゃないこれ。そう、あいつ確か誕生日、7月、11月とかだな、2桁じゃなかったから、誕生日直で打てば3桁になるから、あいつの誕生日打てばいいんじゃないの。覚えてないよ、そんなの言われても。ここに残ってないかな。あ、でもネイさんの資料は多分残ってると思うけどな。ありそう。これはあるな。全部あるもんな。8月29。もう、長えよ。よかったよ、マックスが。全部資料頭にあって。危ねえ。積んだかと思った、今、俺、普通に。普通に積んだかと思った、今、完全に。いやこれ便利な機能あったな。便利な機能あったってか、この農場に秘密の地下室をこの機能ないと分かんねえよな。てか8月29でしょ多分。これじゃない。嘘やん。お前単純だったじゃん。スマホ一発だったじゃんそれで。結構行くのだるいんだからさ。ちょごめんね。ちょっと探さ。じゃあでもなんか542が赤くさ線引かれてないこれ。ほら、一応なんかまあ、数字上では00583988542ってなってるけど、542が赤いな。ちょっと甘かったんじゃないですか？ネイサンさん。542でしょ、これ。多分。ちょっと甘かったな。はい、よっと。スパイ映画ちょっと甘いよ。なんで赤字で書いた？まあ、それだけ大事だからな。わかるわかる。よし、開いたよ。大丈夫？レイチェルいるでしょう。これ非常用シェルターか。本格的だな。まあ確かにあるね、核シェルター。行くぞ。これさ後ろから来ない大丈夫。
あ、セーブされたな。ここは一体どうしようかな。多分早く終わるけど、ここで一旦切ろうかな。せっかくセーブされたもんな。これは間違いなく多分ここでゲームやめても次回からここに来るから、ちょっとここはじゃあ一旦ここで切ろうかな。多分結構あの謎解きで時間使ってるから、実際の動画の時間多分結構短くなっちゃう。短くは25分ぐらいかな、20分ぐらいのなっちゃうけど、まあいいや、とりあえず一旦切るわ。じゃあ、あざした。